はい、どうもタカポンランドのタカポンです。大変ご無沙汰をしております。最近前歯を抜いてちょっと喋りづらいんですが、お聞き苦しい点あるかと思いますけど、最後までよろしくお願いいたします。今回の動画ですが、今看板に徳島駅とか、阿波踊り会館というように書いてあったと思うんですが、徳島市の動画となっております。まあ、その徳島市の中でですね、新町川と、助藤川というような川が市内を流れているんですが、ここをですねぐるっと一周、約12キロを遊覧する遊覧船があります。ひょうたん島クルーズというんですが、こちらの方に乗ってですね動画の方を撮ってきましたので、よろしかったら最後まで見てください。今映ってるのがですね、新町橋というところにですね、歩くところになんか怪しい、こちらも怪しいんですけど、絵が描いてありました。なんか不格好だなと思ってよく欄干の方を見てみると、シュッとした、阿波踊りのですね絵が浮かび上がっておりました。はい、今見ていただいておりますのが、新町川となってます。ここから、少し行ったところですね、両国橋というのがあるんですが、そちらの方からこのひょうたん島周遊船遊覧船が出ております。時刻はこんなような感じでですね、40分おきに出ているんですけど、定員になると、早く出発する場合がありますので、時間には余裕を持って行った方がいいかと思います。今左に見えていたのが船です。で、今回もですね、人数かなりの人数乗りましたので、出発時間より早く出発しております。出発してすぐ、この両国橋というところを渡ります。橋のたもとにはですね、阿波踊りの銅像が立っております。で、今回ですね、進んでいくルートなんですが、こちらの地図を見てください。はい、ドン。はい、徳島駅を中心にですねぐるーっと一周した川の水路が、できております。こちらをですね約30分かけて、一周してくるルートとなっています。料金の方は、1000円、大人が1000円ですね。そこ行ってる間に、次の橋富田橋というところを通っております。かなりあの川幅広いんで、流れの方ですね急じゃないので比較的安定した走りとなっています。今度見えてきたのが、JR 四国の、右線の鉄橋となっております。ちょっと今回ですね出発時刻よりも、早く出発してしまった加減で、マイクの方にマフつけてませんので、ちょっと風切り音とかひどいけど、ご勘弁いただきたいと思います。こうやってあの橋の下を見る機会ってなかなかないと思いますので、ちょっと新鮮な気持ちで、この辺り乗っておりました。しばらくするとですね、ヨットハーバーみたいなところが、出てきました。かなりあの高そうな船がいっぱい止まっておりますけど、ちょうどこの辺りがですね、この後出てきます茶色い建物、こちらですね、こちらが徳島県庁となっております。その前にですね、こういうヨットハーバーみたいなものがあるのにはちょっと驚きました。
波の音を聞きながらね、乗ってると結構涼しく感じるんです。こちらの動画撮影してるのは6月なんですが、結構暑かったんですよね。ですけど、まあちょうど今これ海の方向向かってるんですけど、そちらからの風がですね、当たってかなり気持ちよかったです。でこちらケンチョピアという、徳島県庁の前にあるエリアとなっています。こちらから徳島の、有名な眉山を見ることもできました。今ここで、太鼓のボートと、すれ違いましたけど、今おうおう言ってるのね、一緒に乗り合わせた子供たちなんですが、かなりここで、太鼓のすれ違った時のですね、波を受けてちょっと弾みながら進んでおりました。はい、でこの地点でですね、右方向に行くと新町川、左に行くと助東川となります。今回周遊コースですので、こちら助東川の方に方向を変えて進んでいきます。早速この中洲港橋というところですね、くぐっていきます。今までの橋と違ってかなり、高さが低くなってきました。結構スリルありますね。ギリギリやな、ほんま。高さに。今ですね、この船の船長船から。ほんまギリやな、当たりますよというような注意がありました。うわ、本当にこの橋は低かったですね。子供があの頭ぶつけそうになってたのを今でもちょっと怖く思います。この福島新橋ですね、本当に2つとも福島新橋というんですけど、かなり高さの低いところで椅子ギリギリまであの頭を下げないとくぐれないような、橋でした。はい、この橋を抜けて、少し加速していきます。徳島市内の川って結構あの周り公園なんかが多くて、今見えてるような散歩コースみたいな、そういうものも、かなり整っているとこだなという印象を受けました。はい、今これくぐってるのが福島橋というとこなんですけど、橋と橋の間に、福島兄弟という、遺跡が残っております。この橋のさっきの、福島兄弟ですけど、人柱の伝説が残る橋となっております。はい、画像ではちょっと見づらいんですが、こちらですね、関寛斎の像となっております。関寛斎さんっていうのが、徳島の赤ひげ先生と言われる乱歩医方でして、かなり有名な方みたいです。船が進んで、徳島文化公園の横を、進んでおります。
ちらの公園ですね、かなり桜も綺麗なような感じで、ガス灯が設置されている公園でもあります。今度見えてきた橋がですね、新助東橋と言います。ここはですね、国道11号線の橋となっていて、かなり主要幹線となっております。なんか橋の下見るとあれですね、時代によって、かなり作り方も違うなという印象を受けます。はい、そして前方にですね、今度、工事中の橋が見えてきました。こちら助東橋と言います。こちらの橋はですね、徳島城があった頃、最初木製の橋で、時代とともに変化して、こちらのコンクリート橋になってましたが、老朽化が原因で、現在架け替え工事をしております。先ほど、くぐった新助東橋ができてからですね、交通量が減ってきているため、今度の橋がどのような形になるのかちょっと私は分からないんですが、それでも、新しくするということは住民の足となっていることと思います。そして、助東橋をくぐってすぐですね、左手には徳島城の跡が、見えてきます。こちらですね、かなりの広い公園となっておりまして、この山の裏手にはですね、南側になるんですが、JR 四国の、徳島駅があります。かなりですね、自然とこの住宅との距離が近いなという景色で、かなり落ち着いたとこだと思います。こういうところだと、住んでみてもいいかなという気もします。はい、今度前に見えてきたのが、西の丸橋と言います。名前の由来としては、徳島城のですね、西の丸が、あったことから、付けられた名前だと思います。そして、今度前に見えてきたのが前川橋と言います。結構徳島の橋って欄干が低く見えるのは気のせいですかね。はい、また次の橋が見えてきました。今度の橋は、すごく特徴のある橋で、名前はですね、日合橋と言います。こちらの橋ですね、3方向から橋が伸びてて、川の中央でですね、交差点があるという、ちょっと
全国的にも珍しい橋の形状となっています。なかなかこの三股の橋って通りづらそうな気がするんですけど、実際にあの通ってる方どんな印象を受けるんですかね。そして、ここでですね、スケトー川から、また新町川の方に、合流していきます。はい、また別角度からの、眉山ですね、見えております。ここで、タミヤ川という川が、新町川に合流してきます。そして、JR 四国高徳線の、鉄橋をくぐっていきます。今度見えてきましたのが、車庫大橋といいます。交通量そんなに多くないようなんですが、かなり広い橋となっております。最初の方にくぐった橋と違ってだいぶあの高さにも余裕があるので安心して通ることができました。今回ちょっと乗ってる時に眉山側ばかり撮ってましたが、左方向ですね、進行方向左手には、かなり距離の長い公園が広がっております。川自体の、流れが穏やかなので、かなり、乗り心地がいいですし、このボートですね、今白く映ってる部分が、エアクッションみたいな感じでふわふわしてるので、かなり乗り心地は良かったです。今度見えてきた橋、愛染橋と言います。こちらは、歩行者とか自転車の専用の、橋となっています。次に、来た橋が春日橋と言います。一つ一つこうやって橋に、名前をつけてあるっていうの、こういう看板ですね、つけてあるのも結構分かりやすくていいなと思います。で、ちょっと画像はありませんが、夜になるとこの辺ですね、先ほどの春日橋もそうなんですが、夜にはライトアップされて非常に綺麗な模様を見ることができます。今見えてきた橋が、新町橋になってます。こちらの橋ですね、一番この動画の最初のところですね、阿波踊りの、絵が描いてあったところが、この橋となっています。もうあと少しで、このひょうたん島クルーズも終わりとなります。今
今この橋の横にあるなんかデザインあると思うんですが、こちらですね、ライトアップ時にピカピカと、光るようになっています。はい、そしてこの左側に見えてきたのがこの氷炭島クルーズの出発地点であり、ゴール地点である周遊船乗り場となっております。正面に見えるのが、両国橋になります。だいたいですね、1周この30分で、回ってきて、まあ、程よい時間ですね、楽しめるなという感覚で一周してきました。最後ですね、かなり接岸するときに、衝撃が来るので、もし乗った際ですね、ご注意ください。次の乗客が、待ってるような状況で結構人気あります。はい、というわけで、今回ですね、徳島市にある氷炭島クルーズという、遊覧船、周遊船ですね、の動画をお送りしてきました。もうすぐですね、阿波踊りの期間が始まると思います。もし徳島に行かれたら、一緒にですねこの周遊船も楽しんでいただけたらなと思います。それでは、今回の動画はこれまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。